はいどうもおはようございます。最近は FX いかがでしょうかあどんな時でもね、この相場に向き合うことによって、毎日毎日相場感っていうのは鍛えられます。で、毎日が難しい方は、週に1回、1時間ぐらいをね、しっかりと FX の脳に切り替えていただいて、積み上げていただきたいと思います。まあ、週に1回を本当にね、1年間続けると、まあ、50回弱になるわけですよ。でも、それではちょっと足りないですからね。 当面は週に一回ぐらいはやらないとどうしようもないよってことですからね。やっぱここはね、あのー、本当に甘く考えてもしょうがないんで。あのー、結果を出す人ってのは本当に時間を割いて、一日にね、べったり張り付いてっていうのはちょっと違いますよ。でも一日に30分ぐらいを取って相場を見てるわけなんですよ。例えば朝10分、昼10分、夕方10分みたいな感じでね。で、そこで自分なりの解釈を組み立てたり、 人の、上手な人の解釈を聞いたりとかして、それで自分の脳のギャップを埋めていくんですよね。相場感のギャップを埋めていくんですよ。その繰り返しが力をつけますからね。はい。じゃあ前提はこのぐらいにしといて、えー、本日の1時間足、えー、そして1時間以下の買い足の説明。そうですね。今日は5分足を用いて2枚のシートでやりましょうか。まずは1時間足ですけども、もう疑うべくもなくね、ここで加工トレンドが起きていることはもうお分かりだと思います。 で、今までは、いろんな懸念からですね、そして大前提としては、いや、140円の方向に結局は戻っていくんじゃないかなっていう前提が拭えなかったんで、これは私の素直な気持ちでもありますし、あの、多くの投資家さんの気持ちなんですよ。今まで順調に右肩上がりを半年間も続けてきたんで、これがいきなりね、上昇をやめて、下落に転ずるっていうのはなかなか認めにくいんですよ。だから、私の場合は難品までやったわけなんですよね。だから難品をやるっていうのは逆に、そのぐらいの、 ことがなければやらないってことなんですよ。そんなにみだりにやるもんじゃないです。私も1年間に1回やるかどうかなんですよ、難品ってのは。うん。で、この6年間難品をしたことは、初心者の頃を除いては全くないんですよ。本当にね、初めてやったみたいな難品ですよ、あれは。ただ、難品のやり方もかなりね、身長数大胆でしたけどもね、ロットを減らしながら、難品をあまた打つみたいな感じでね。それで全損した後に考え方が一気に 変わるきっかけをつかむというところで、難品という投資をしてですね。で、思考の転換をしてセルで取るってことに成功したわけなんですよ。ここまで戦術を組み立てられれば、もうテクニカルのマスターと言ってもいいんじゃないかなと、自画自賛ですけどもね。はい。じゃあちょっと振り返りはこのぐらいにしまして、今、下降トレンド、つまりは、下に行くときは大きな陰線、上に行くときはあんまり陽線が出てない形。まあ、この関係でいくと、 圧倒的に下の方にずれますよね。はい、その中でね、昨日はまだ様子を見てたんで考えなかったんですけども、こちらのところと、ここですよね。ここをついに割ったんではないかなってことですよね。132円の595を割って、で、ここでですね、上に行くことを否定して、陰線要線を並んでですね、で、下にズワッと進んでいって、今に至るわけですけども、ついに131円台に入ってきました。 ということで、ここからはセルの戦略で実際にポジションを取ることを考えていかなくてはなりません。で、まだね、8月2日は火曜日ですから、十分戦略は間に合います。仕掛けはね。今日はちょっとセルを打ってみようかなと思います。うん、セルを打つタイミングと、あとロスカットの関係ですけども、えっとね、これはね、今からセルを打ってもいいんですけども、今からね。でも、もうちょっと様子を見て、少なくとも朝の6時とか7時ぐらいになるまでは、 見ていこうかと思います。で、そこで何を見るかっていうと、結局今131円の926ですけども、まあいわゆるね、131円を割った、この値動きに対して、セルを打ってきてる人が、利格をする可能性があるんですよね。まあいわゆるその切り板での利格っていうのは本当によく起きるんですよ。例えば、132円をクリアしたら、利格しようかなとかね。132円の、 310っていうここにも切り板ありますよね。方眼のマス目の切り板っていうのがあるわけですよ。だからこういう風な切り板で予約決済を入れてる方が多かったりとか、あ,あとはね、裁量する方が多いのは心理的にこれをね、ずっとなんですよ。おかしなね、133円の216で決済するぞみたいなちょっと変わり者んなんですよね、こういうのはね。こういうのは少数派ですから、あんまり考えないといいかなと。はい。これもだから大事なテクニカルの考え方ですよ。で、 えー、実際に何が言いたいかっていうと131円の926っていう中途半端なところから入るのも悪くはないんですけどもあとね4時間か5時間様子を見てエントリーする時間を朝の9時とか10時とかに見てみようかと思うんですよ私はねその時に値動きが132円を本当にねまたクリアして132円の水準をうん上回ったらね 132円の101とかね、132円の125とか、この辺に来たら、セルでエントリーをかければ、まあ、ベストなタイミングかなと思うんですよ。で、もっとベストなタイミングは、まあ、ありえないと思いますけども、130円の595。ここですよね。この丸をつけたポイント。ここに達していたら、セールを入れる、すごいチャンスだと思います。で、こういう風に、セルを入れる、エントリーポイントの候補が上がってくるわけなんですけども、まあ、これがね、 え、4、5時間後にどうなってるかってことです。で、もう一個考えられるのは、もっと下に下がってるってことですよね。もっと下に下がるってことは、新規の売りがまた入るってことですから、それによって、えー、こういうふうなね、大きな陰線ができた場合は、その陰線の直後にセルで入るということをしようかと思います。今日の方針はその2つですね。じゃあちょっと回の時間軸を見ていきましょう。あの、言ってること難しいですかね。あの、難しい方は、もうちょっと噛み砕いて説明してくださいっていうふうに、 えー、連絡をいただければ、追加の動画を Q&A で撮りますんで、ご要望ください。えー、ここまでをまとめると、今からね、4、5時間後にエントリーをかけるんだけども、その時のエントリーポイントの考え方は、2つあるよってことを申し上げました。上に行った時はどう考えるのか、下に行った時はどう考えるのかってことですよ。はい、えー、と、5分足を今見ております。5分足も、右肩下がりのトレンドですよね。で、 私の嫌な形っていうのがね、陰線と予線がこういうふうにね、横並びでできてる形ですね。これとっても嫌な形なんですよ。で、まあ、ある程度、トレンドが発生するためのきっかけ、包み足から始まった、こういった売りのところとかね。で、包み足ではないんですけども、ここから上引きを大きく出して、下に行くことを予見させる、ロウソク足があっての、この動き。ね。私は5分でトレードしてませんけども、5分をちらちら見ると、ああ、ここから売りが始まるんだなってことを2度感じまして。そして3つ目。 大きな上髭なんで、その後は当然ですけども下がるよねってことですよね。そして下髭の束で止まるという。でいつものパターンでしょ。うん。補足ですけどここも下髭の束で止まってるわけですよ。ここはそれほどまで下髭が強調されてませんけども、まあ、あの、今こじつけるとしたら、あ、まあ出てるよねぐらいは思えると思うんですよ。長い髭がね。で、その後なんですけども、ここでちょっとしたね、上昇が始まってますよね。ちょっとした上昇から、あの、 横ばいみたいなのがね。これがだから癖物なんですよ。癖物なんですけども、上がらなければ下がりませんから。だから、その分上がって緩やかにまたね、下の方に向かうんではないかなっていうところ。これがあるから、先ほどの1時間軸の見方が成り立つわけですよ。難しいですかねこの、何お話の仕方。いや、難しいかもしれませんので、その際はまた噛み砕いて説明しようかと思います。ただ、あなるほどね、とおいうふうに思われる方は、 あ、uh, fx オリガルヒ、さすがにね、もう今となっては結構いらっしゃると思うんですよ。なんだかんだでオリガルヒもね、3ヶ月目に入ってますからね。うん。だから3ヶ月みっちりやれば、かなり頭に入ってるのかなと思います。ただし、ただしですよ。前半の方はトレンドに乗っただけで勝てるんで、多分ね、あんまりロスカット食らった人っていないと思うんですよ。ロスカットを食らったら、そのロスカットに対して、どういう風に反省して、 次からのエントリーに生かしていけばいいかっていう学びがあるんですけども、勝ち続けるとあんまり学びがないんですよね。だから勝ち続けてる途中に失敗っていうのがやってきます。まあそういうふうなね、ことも気をつけながら、あーこのトレードをね、やっていければと思いますけどもね。はい。えー、だいぶ長く話しましたんで今日はこのぐらいにしておこうと思いますけどもお、今日の方針いかがでしょうか決まりましたか今日の方針というよりも今週の方針になりますけども、さあエントリーしていきますよ。エントリーして、 それによって、傷を負いながら、もしくは利益を負いながら、今週をさらに伸ばしていくっていう形でございます。えー、今日の着目点は2点。4、5時間後にエントリーをするつもりで、えー、この相場を見ていこうかと思います。よろしいですかね。4、5時間後まで、ちょっとチラチラ見に行きます。1時間に1回ぐらいね。まあそうすることによって、もしかしたら4、5時間後以前にエントリーするかもしれませんし、あまり思わしくなく、 チャートが動いてないようでしたら、4、5時間後のエントリーをもうちょっと延長するかもしれません。じゃあ、本日もお楽しみに。また追加します。午後にお会いしましょう。